アルゼンチンの大統領選挙右派、まあ、が勝利ということでトランプ大統領も、まあ、お祝いされていると、まあ、なぜかというとですねこのミレー氏実はアルゼンチンのトランプって というふうに表現されている方なんですよね。えー、南米のアルゼンチン大統領選挙の決選投票が行われて、この方、ミレイ氏53歳の勝利が確実になったということなんですね。で、対抗馬の、まあ、現在のマサセルヒオ・マサ経済相、ミレイ氏に電話で敗北を伝えたというふうになっております。ただですね、 あちょっとね、気になる点がいくつかあってですね、まあ、この方は、まあ、現状をとにかく変更しようということで、おそらく、まあ、国民もですね、まあ、そうしなきゃいけないんじゃないかということで勝ったとは思うんですけれども、まあ、そもそもですね、まああの、リバタリアンなんですよね、えー。リバタリアンであって、なおかつ、えーまあ、このいろんなですね、 中央銀行の廃止を訴えたりとか結構過激なんですよねでまあ過激だ過激だっていうけど何が過激なのかなっていうふうにちょっと思っていて、えー、ちょっとその辺も含めてですねお伝えできればなというふうに思います、えー、チャンネル登録通知設定高評価ボタン高評価ボタンお願いします <laughs> はいということでえー、まあ そうですね、まあ、トランプ大統領がちょっとスライドの順番が変わっちゃうんですけど何て言っているかっていうとですねトランプ大統領は、まあ、ミレー氏の勝利を受けえ自身のソーシャルメディアトゥルースソーシャルに「全世界が見ているあなたたを誇りに思うと、まあ、投稿したんですよね、えー、あなたは国を大きく変化させ本当にアルゼンチンを再び偉大にするだろう」と。 えー、ジェイク・サリバンアメリカ大統領補佐官国家安全保障担当もミレイ氏の当選とアルゼンチンの人々が自由で公正な選挙を行ったことを祝福したということなんです。 ソーシャルメディアへの投稿で、まあ、このサリバン氏、アメリカは人権民主、民主的価値、透明性への共通のコミットメントに基づく強固な二国間関係の構築を楽しみにしていると、まあ、無難にね、えー、終わらせているんですけれども、まあ、なぜね、トランプ大統領がこんなに、まあ、祝っているかというとですね、えー、まあ、ミレイさん自身がスローガン、 えー、アメリカを再び偉大にするにかけて、えー、アルゼンチンを再び偉大な国にするって、偉大にするっていう、まあそういったノリでですね、まあ、ずっと選挙戦を戦ってきたんですよね。ただ、やっぱりね、この方が訴えてることが本当にアメリカ、まあアメリカじゃない、アルゼンチンファーストになるのかどうかっていうのは、まあ例えば、まあ中央銀行撤 倍数とかもそういったことで、ちょっと冷静に見なきゃいけないんじゃないかなというふうに、まあ、個人的には思っています。で、えー、改めてですね、まず、まあ、アルゼンチンって意外に、まあ、知らない人も多いんじゃないかなって思うんですよね。で、ま,あ、まず実的にね、まあ、この、 サウスアメリカでいいのかな、まあ、ブラジルがあってボリビアがあって縦長いチリがあって、まあ、アルゼンチンがあると、まあ、こういった地形なんですよね。でこの右の図を見ていただければ分かるんですけれども右の、まあ、紫の部分がミレイさんですよとでそれぞれの多分土地の、えー、ミレイさんの表が多ければ濃くなってて、えー、少なければ薄くなってる。まあ どっっっちになててるるかっていううのもあると思うんですけどでまあ見ていくとやっぱブレンドスアイレスま首都ですよね首都になってるかな一応大きな町ここはまあ現経済省のマッサさんの方がちょっとは多いのかなっていう感じなんですけどまあ全体的に紫,紫になっていてえ実際にですね えー、今回の選挙、まあ、どういった背景があったかっていうと、えー、ミレイさんの当選の背景にはアルゼンチンの 年間のインフレ率が140%を超えている状況だということなんですよね。これ最近で言うとトルコのエルドラン大統領の時も似たような状況でもあるかなと思うんですけれども、えー、5人に2人が貧困にあえぐ中、アルゼンチンの国民がまあ伝統的な政治とか経済危機にうんざりしているということをやっぱり示しているのかなと。まあ、それは確実かと思うんですよね。現状維持よりも国民が 大きなな改革を望んだ結果であることとは間違いいいかううふうに思いますで。ちょっと押さえておきたいのがですね、えー、これ前回のですね、えー、ブラジルの選挙の時にお見せした図をちょっといじったものなんですけれどもここまでですね、まあ、このように、まあ、サウスアメリカが左派、えー、の政権で埋まっているよっていうような状況だったんですっていうのはブラジルの選挙でルラさん左派のルラさんがあのー りで,、ね、で今今回アルゼンチンこの黄色いところですねここがアルゼンチンまあ一応マスメディアが伝えるには右派となったとまあただまあ現状今の,あの政府がですねなんていうのかな うんまあ、何かしらい,いろんな形で政策が悪くて、まあ、経済もままならなくってっていうところがあると思うんで、まあ私ちょっと右かその方かっていうふうにさせてもらったんですけど、まあ結果として、まあ今回の選挙を受けて、まあこの地域全体で考えると、まあ少し差配、えー、りじゃなくなったかなっていう。でもルンアルゼンチン自体の面積がこう見ると結構広いので、まあなかなか、うん、まあ、 イサハに染まるよりはいいんじゃないかっていう風にね <laughs> え考えるかな考えられるかなという風には思いますよね、うん、でまあなんですけど今回中央銀行の撤廃を訴えてるんですよねでなおかつアルゼンチンの公式通貨にアメリカのドルを導入すると言ってるんですでこの中央銀行撤廃が本当に自国ファーストに繋がるのかっていうのはまあ、私は非常に 不思思議に思っていていですねちょっと私が間違ってたら訂正していただきたいっていか教えていただきたいんだけれども中央銀行を撤廃するってことはでなおかつこれをアメリカのドルに変えていくってことは通貨発行権を自ら失わせるってことですよねで今までの国々に結構そのいわゆるデフォルトとかを、えーまあ、しなければいけなくなったような国っていうのはギリシャもそうだったかと思うんですけどあると思うんですけれども そ今ドルが一番なんていうのかな私はお金のことに詳しいわけではないけれども信頼がなくなってきているでランクも下がってきているこういったタイミングでアメリカのドルを導入しようとするその発想っていうのはちょっとどうなのかと。 私は個人的に思ってましてでなおかつ、まあ、なぜ彼が右派と表現されるのかっていうのがこれいつもそうですけどマスコミがですね右派だっていうから右派だっていうのもまた違うしあのー、なんかこう子供のレッテルを貼るとかね、まあ、そういうのもちょっとどうなんだろうかなっていうふうにね思いますよね結構最初の方にコメントをいただいていたと思うんですけれども あ,そうそうあの右派というもののこの人ちょっとっていうあのね何て言うのかな多分今国民アルゼンチンの国民にはものすごい不満もあるだろうし何かこう変えなきゃいけないっていう意味では選挙ではアルゼンチンの人々たちはまあある意味賭けに出ることができたっていうか。 まあ今までのものだったら多分おそらく腐敗もしてただろうしえなかなか前に進まないし何も変わらないっていうような感じだと思うのでまあこのね衝撃的な一手を打ったっていうのがまあ今回のこのミレさんを選んだということでまあこれは現状よりはいいだろうっていう意味ではあのなんていうのかなうんまあ祝うべきことなのかなと思うんですけれどもだけど ちょっと心配だなっていうことちょっとカオスの始まりになる可能性もなくはないかなというふうに、まあ、個人的に私は感じたんですよねでそうそうであのこの今更米ドルアメリカドルを持ってくるかっていうこと自分国の通貨がたとえデフォルトしたとしてもですねまだあった方が将来的にいいんじゃないかなとか、まあ、そういうふうにねちょっとま感じております まあ共通通貨を考えているのかとかと通貨発行権ないので FRB に頼んで発行してもらうしかないまあ今現時点でどうなってるかっていうのはちょっと一応そのアルゼンチン共和国中央銀行っていうのを確認できたんですけどまあ私がもしかしたらね間違ってる可能性もあるんですけどね。ということでなんかこうマスメディアはなんかこう UFA でこの人がアルゼンチンのトランプっていう名前がついているので。 トランプもよろいわっているし、まあ、地獄ファーストっていうふうに言っているけれども実は内容はどうなのかなっていうのがちょっとシビアに見ていかなければいけないかなとただなんかこれ本当にすごく自分勝手な言い方なんですけれどもこの人のこのやり方が 成功すするる可能性だってあるわけですよねそういった意味では、まあ、ちょっと、あのー、自分のね、やっぱ国じゃないっていうのは一つあるんですけれども、えー、興味深く、まあ、ある意味、ケーススタディとして見守っていきたいなというふうに思ってますよね。トランプが称賛してるから、それで右と言われているだけでは、政治家としての経験はかなり浅い方のようです。そうなんでですね53歳の方で うんなかなかねちょっと疑問符がつく。えー、もうちょっと調べなきゃいけないし、まあ、調べたところでそこまで情報が出てくるわけではないので、えーまあ、と,そのと,ともかくその英語になっている情報っていいんですよね。だいたいみんな似たようなことを書いているかなと。まあ、この経済のことに関しては、えー、この中央銀行,銀行撤廃ということでたくさんの経済し 経済なんていうの学者さんたちっていうのはまあ、これは懸念を示しているっていう記事がすごく多いんですよね。うん、腐敗しなければいいよ余計腐敗する可能性もあるんじゃないかで、そのどうやって中央銀行撤廃えやっていくのかっていうのもすごくあってですね。うん、なかなか興味深いと。ただ。まあもちろんえー。さっきね地図でも見たように。 まあ大小っていうことを関係ないにしてもアルゼンチンかなり大きな割合を示す土地でまあ実際にですねじゃあ私にアルゼンチンの友達がいるかって言ったらですねいるんですよね <laughs> あの私の大学の時の同級生にアルゼンチンの猫がいてまあ明るくて元気でですね本当にいつもパワーをもらってたなって思いますただねやっぱり自分の国に 帰ってもそそんんななにいいい仕事がおらくないんだと思うんですよねだから大抵の人はやっぱり外に出たら外に出たところで仕事を見つけてですね、まあ、働いていくっていう傾向にあるのかなというふうに、えー、思います。まあ、だからこそやっぱりその、まあ、アルゼンチンまあいい国ですよねそのさっきのアルゼンチンすごい好きだっていうコメントもあったと思うんですけれどもえー、多分すごい好きなんだと思うんですよね。<laughs> だからまあ,あのそれぞれの国がそれぞれの何て言うのかなあの何て言うの最,最大の、えー、利益を得てですね、うん、まあいい国に住みやすい国になっていくっていうのがやっぱりあの本来ねあの願うべきことだと思いますしねアルゼンチン貧富の差はすごい、うん、そうですよね。あとね私の友人が ある日にですね、突然、なんか私旅行に行くとかって言い出して、なんか計画をしだしてですね、もう私はサウスアメリカは全部回るんだって言って、サウスアメリカってかなり危険なんですよ。なんだけど、まあいろいろスリとかに会いながらいろいろ旅行したっていう話をすごい聞いたんですよね。まあバックパッカーしたんですよね。えなので、 まあなんかその、私自体行ったことないとはいえ、まあ全くね、詳しくないっていうか、そういうわけでもないと、そに皆さん今日お付き合いいただきありがとう。ちょっとこれ後で見る方ももしよかったら、まあこのことに関してね、皆さんどう受け止められるか。そしてまあ私は、あ,あの、そんなに本当に経済のこととか詳しくないので、ただ感覚としてですね、まあなんで今更、 ドルを入れるののかっていうのと中央銀行を撤廃することにどういったメリットがあるのかっていうところがちょっと謎そしてなぜこの人がウファと呼ばれるのか、うん、なんかかなり短絡的なマスメディアのレ、うん、ッテル張りというか、えー、カテゴリー分けになってるんじゃないかなっていうふうにまあ個人的には思いますね。 まあちょっとねあのしばらく私も友達に連絡を取ってないのでまあ,あの後で連絡してみようかなと思いますまあただねあの女性同士女性なんですけどでねあの連絡をしてもですね大事ですね <laughs> <あの笑>全然違うことで盛り上がって始め終わってしまったはいそしてえお知らせです11月23日8時からはえニコニコ YouTube 同時配信でえちょっとねあのブリックス入りはなしでしょうか とね、えー、石山哲信先生にお越しいただいてまあ今のこのいろんなこと本当に今いろんなことがあるので,でさっきちょっとあのー。 お電話でね、話させていただいたんですけれども、まあ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 、私が全然聞いてないような情報っていうのすごく入ってくるということで、えー、ちょうどね、23日といえばね、ニーナメ祭なんですよね。えー、その辺のことを私は本当に分かってないので、そういったこともお伺いできればな、というふうに思っています。楽しみにしていてください。えー、ぜひねあの、ニコニコチャンネルメンバーになって、えー、私の活動を応援していただければと思います。 えそして、12月10日ですね、マックスわかる勉強会を、マックス・フォンシュラー小林先生と一緒に開催します。まあ、ここでも、YouTube で多分全部言えないことが結構あったりとか、まあ、YouTube 短いので、全部詰め込められないわけですよね。まあ、そういった最新国際情勢、えー、こちら、イスラエル、ハマス、ウクライナ、世界の紛争を読み解く鍵というのを、勉強していきたいと思います。えー、ということで、本当ね、どう、 皆さんこれは思ったかどうか。まあ、そして日本にどう影響があるかっていうのも、まあ、ちょっとね、あの、まあ、ポイントとしてはあるんですけれども、ただ、今やっぱりね、世界の流れがかなり変わってるわけですよね。で、そんな中でやっぱり、一、まあ、つ、少なくても左派ではないと、えー、改革をするタイプの人がまあ選挙で決まったっていうのは、また大きな流れの一つかなというふうに思っています。ということで、 えー、キャーっていうのであ喜んでいただけて良かったです <laughs> えー、最後までえご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録通知設定高評価ボタンよろしくお願いいたします。